台湾府城とは新朝における台湾府に置かれた城郭と都市。1887年、新朝は行政区を再編し。それまでの府城は台湾府から台南府を分割したことで台南府城に改名された。台湾府は台湾省城を現在の台中市に設置したことで、省城が新たな台湾府城を意味するようになった。また、 台北県賀とその後の阿弥陀県賀は台湾浮上すなわち台南浮上内にあるため1887年以前の台湾県城、その後の阿弥陀県賀であるともみなされている台湾浮上は陽生元年に建造が始まった城壁の最大周囲は2700フィートで新潮復建省で3番目に大きい都市だった台湾が日本へ活場後は次第に 都市は崩壊し、日本占領期の台湾の都市計画の過程で、約194年間にわたる歴史があった城壁の一部が、破壊され元の場所に、新しい道路が建設された。1917年頃までにほとんどが除去されたが、一部の痕跡は現存している。台湾浮上は、主に現在の台南市、中西区西門路伊東では、ごく一部の東区、南区、北区を含み、 かつサイモンド遺星からアビラ地区の急ラクとの間、大港内海に至る範囲を指す。対岸に最初に作られた城は、1625年にオランダ東インド会社によって、現在の赤廊に建てられた新いが耐火性の城であると考えられ、通りの周りに竹ひもろぎが建てられました。南に近い海は、南側の都市を管轄した。しかし、 人々を遠ざける原因となった薬病のために、竹ひもろぎは荒廃し、崩壊した。1652年、台湾で各順義反オランダ事件が発生し、翌年、オランダ東インド会社がプロビンティア城を建設した。後期期間中、四郎は宝庫諸島を一挙に捉え、低活は降伏した。しかし、当時の清志宮帝は、 阻害された場所としての台湾にはあまり関心がなく、台湾への攻撃はせいぜい阪神軍を根絶することであり、宝庫を封じ込めて台湾を放棄する計画さえあった。その後、史郎は台湾の戦略的価値を警告するために台湾機流層を提出し、台湾は正式に新王朝の領土となりました。台湾政府は今の台南に設立された。既存の門は 大東門、大南門、小西門、直し門の4つだけです。城壁の遺跡には、小東門エリアと大南門エリアがある。幼生帝11年から、建立帝53年までは、諸城時代だった。上記の14の門に加えて、高本州の著書、台湾の軍都市の再建図いには、北門の外の軍事産業工場の横に建てられた大正門も記録されています。 軍事産業工場は北工場です。要塞の時代をめぐる論争伝統的なことわざや、いくつかの地元の年代記は、台湾の県は、永翔一年に建てられたと信じており、台湾軍の治安判事である、集中元は無茶と一緒に町を建てることを計画した。しかし、台湾邸宅の建設時期は、要請亭の1年目ではなく、要請亭の3年目だったという説もある。 国立成功大学の歴史学教授である石一万、ことぶきも1725年は要塞の一つであると信じており、ある記事では要塞亭も都市の建設に関係していると考えられていますが、要塞亭からわずか4年後に就任し、要塞亭の4年目に集中元も辞任している。大新一党の要塞亭の3年目に都市が建設される可能性が高いと考えられている。 台南市文書委員会の委員である前財布も台南満州検閲と前財布の検閲の記念碑を証拠として引用し、この見解を指示した。記念碑は要政定の3年3月16日に書か,かれ、開始日は今月の27日であると述べました。そして、台南文化財保護協会やこと保存、埋め立て文化教育財団に採用され、2005年に、 大南建設280周年を迎えました。県立帝の初年度には小さな北門の額が刻まれています。県立帝53年から明治33年の大規模な解体まで土壌時代だった。既存のゲートは大東門、大南門、小西門、直し門の4つだけです。城壁の遺跡には小東門エリアと大南門エリアがある。 要定理にある再建された台湾政府の石碑1911年の大南市修正計画の計画史壁を破壊し道路を建設する開発計画日本が台湾を統治した後西洋の都市計画の概念を導入し城壁は都市開発を妨げもはや防御的意義を持たないと信じていたため徐々に荒廃したまず明治33年に 台南駅が開通し、鉄道が大北門の壁を直進し、市内に駅を設置し、湘南門近くの城壁から出た。後に発表された都市計画では、この時期に台湾市の城壁のほとんどが取り壊された。例えば、西壁は南北道路に変わった。日本の占領の終わりに壁のほとんどは消えた。宇都太志港南東海岸の南西の地合平野に、 設立された台湾部と南は平均標高約2から19メートルで地形は一般的に東西にわずかに傾斜しています。シャングリーロードからシーブンサークルまでの長さは1.8キロメートルで標高は西に100メートルごとに0.833メートル低下します。上記の14の門に加えて高本州の著書台湾の軍都市の再建図解』には 北門の外の軍事産業工場の横に建てられた大正門も記録されています。軍事産業工場は北工場です。市内の寺院は、いわゆる、堺を作り助産協堺、陸合堺、四安堺等などの犠牲の輪となった。特に、キリスト教はまた、太平堺会馬宮美覚記念協会ような、伝統的な宗教団体を教会名として、使用している。 かつて、台湾の県の宗教は、儒教、タオイズム、仏教、超四つのカテゴリーに大別されていましたその後、清政権が説教を始めた後、キリスト教も都市に現れ始めました。例えば、豚児の四年目に、台湾に来た馬まみやび宣教師馬まみやびはかつて、菅西通りに診療所を設立した。しかし、その時、宣教師は住民によって拒絶され、彼らは、 カオシウンの地位人地域で宣教するようになりました。後に風情に戻ったとき、彼は東門市の外に拠点を設立した。ありがとうございます。